はい、どうも、リハビリアタッキーです。今日も動画配信を始めさせていただきますので、よろしくお願いします。今回のテーマは、呼吸に良い一日の生活リズムとして、呼吸トラブルですとか、コロナ後遺症改善に、の観点ですね、生活習慣と生活環境の観点からですね、その改善策をリハビリとケアマネの視点から分かりやすく解説をさせていただきますので、よろしくお願いします。人間にはまず外日リズム、専門的にはこれサーカディアンリズムなんていう言い方をするんですが、というものがあります。これはその方がどんな仕事をしてきたか、その職歴によってですね、やっぱり個々の生活パターンというのは基本的には異なりますので、これを十分考慮した上で生活リズムを整えるということが大事になってはきますが、今回はそのベースとなるですね、免疫力の向上ですとか、望ましい健康状態に変えていくための、健康的な生活リズムのポイントをですね、日中と夜間の2つに分けて紹介をさせていただきたいというふうに思います。まずは日中の生活リズムなんですが、これは大きく2つ挙げられています。1つ目は、日光をしっかり浴びるようにしましょうというところがあります。特に朝にしっかり日光を浴びること。だいたい1日あたり6分から20分程度はいいというふうにされてはいるんですが、それで寝る、起きる時間を一定にするですとか、活動休息のメリハリをつけるということ。あるいは1日のルーティーンを決めて活動するということが大切になってきます。で、生活リズムというのは脳内にある体内時計がこれを司っていて、その自律神経というものはその管理を行うんですが、この管理調整能力を高めることが健康的な生活につながってきます。で、これによってこうビタミン D というものが生成されますので、このビタミン D は免疫力向上の効果もありますし、さらに心の安定をもたらす効果もありますのでおすすめになります。二つ目のポイントは、部屋の明るさですとか香りとか音、BGM を調整してみましょうというところがあります。目に入るものとか、聞こえる音とか、何気ない香りまで含めてですね、リラックスできるように一度住環境というのをぜひ見直してみてください。例えば、お花を生けたりとか、観葉植物を部屋の中に置くなんていうことで、こう自然と触れ合いを機会を作る。そういうことはですね、リラックス効果をもたらします。あと、難しい場合、例えば自然とか風景のこう写真とか絵を飾る、動画を見るなんていうことでも効果があるということが知られています。その他に、例えば好きな音楽ですとか、ラジオ番組を聞くなんて方法もありますし、それから心地よい落ち着きと感じるアロマオイルを使ってみるなんていう方法、あるいは緑茶とかハーブティーを飲むなんていうこともありますので、ぜひこのあたりをですね、参考にしていただけると幸いです。そして、ここからは夜の生活リズムについて、これも2つ大きく紹介させていただきます。1つ目は、しっかり入浴をしましょうというところがあります。入浴はですね、やっぱりシャワーで済ませてしまうって方も結構いるんですけど、ではなくてちゃんとこう湯船に浸かって、大体就寝の1時間半から2時間前ぐらいが一つの目安になるんですが、で、40度の前後のお湯に大体15分程度浸かるということがいいということが言われています。で、これによってこう血管が開きますし、体温も上がってリラックスするということができることが呼吸トラブル改善にもつながってきます。それから2番目のポイントは、睡眠を見直してみましょうというところがあります。良質な睡眠は、呼吸トラブルの改善もそうですし、免疫力向上にもつながりますので、大変重要になってきます。で、このため、例えば睡眠覚醒のリズムをしっかり把握をするということもありますし、それから、両眠できるように日中の活動スケジュールを調整するなんていうこともあります。あとは、寝具とか寝室を自分に合ったものにするということも結構有効な方法になってきます。例えば、あと照明は、寝るときはやっぱり真っ暗にした方がいいっていうのも、分かっていますし、それからアロマを活用するなんていうこともあります。あと、室温、だいたい25度前後がいいというのは言われています。こういったものを、例えばエアコン等で調整をするなんてこともあるかと思います。で、睡眠時間の目安なんですが、だいたい6から8時間というのが一つの目安になっています。睡眠不足、最近は睡眠負債なんて言われ方もするんですが、これはやはり呼吸トラブルを含む後の大きな障害につながるデメリットというふうになってきますので、
睡眠不足はやっぱり避けた方がいいですし、あと寝すぎもかえって生活リズムを崩す結果になってしまいますので、この6から8時間に収めるのがいいというのは言われています。さらに可能であれば15分から30分程度昼寝をすることも大変効果的になります。昼寝はですね、筋肉もそうですし、脳のこう過剰な緊張を減らしてリラックスにもつながりますので大変おすすめになっています。なのでぜひこのあたりをですね参考にしていただけると幸いです。今回の配信ここまでというふうにさせていただきますので、よろしかったらチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。本日も最後までご視聴していただきましてどうもありがとうございました。ではまた。